数学。いわや、さざ波。数学のうちに、期化というものがある。期化を学ぶには、ぜひとも、定規がいる。その定規の中に、三角定規というのがある。これは大方、皆さんもご存知でしょう。ところが、この三角定規。 自分の体には三方に尖った角のあるのを大層自慢にいたし、世間に品も多いが、俺ほど角のあるものはあるまい。角にかけては、俺が一番だ、と、たった三つ寄りない角をひどく鼻にかけておりました。するとある日、同じ机の上にあった鉛筆が来て言うには、 三角さん、さんかくさん、お前はふだんから大層、その角を自慢しているし、わしらもまたお前ほど角の多いものはないと思っていたが、この間来たガバンを見たかいあれはお前よりまた角が多いぜ。と、言いますから、さんかくは少し不平の顔色で。何、僕より角の多いやつがおる。 馬鹿言いたもうな。およそ世界は広しといえども、僕より余計に角を持ったやつはいないはずだ。ところがあるからしかたがない。なに、それは君らの目がどうかしているのだ。なに、どうかしてるものか。うそだと思うなら言ってみたまえ。そんなら言ってみよう。うそだったら承知しないよ。いいとも、うそなら首でもやるわ。 とこれから連れ立って行ってみますとなるほどガバンは真っ四角で自分よりは一角多くしかも今まで自分を褒めていた連中が今ではみんなガバンの方ばかり向いてしきりにその角を褒めている様子ですどうだい嘘じゃあるまいなるほどこいつは恐れ入ったとさすがの三角定規も こうなると、頭をかくより他はありません。大いに面目を失いましたが、しかし、心の内では、まだ負け惜しみというやつがあって、己、生意気な我慢め、余計な角を持ってきやがって、よくも俺に赤っ恥をかかせやがったな。どうするか、覚えていろ、と、果ては悔し紛れによくない了見を起こしました。 でそのまま帰ると、すぐに近所のハサミのところへ参り。はさみくん、申しかねたが、今夜一晩、君の体を貸してくれないかハサミはこれを聞いて。なるほど、次第によってはかすまいものでもないが、一体何を切るのだ、ちっと硬いものを切りたいのだが、よく切れるかい 大抵のものなら切ってみせるが、それでも難しいと思うなら、まあ一ん研いでいくさ。そうか、そんなら研がしてくれたまえ、いたかろうけれども頼まれたが因果だ。ちっとの間、辛抱頼む。と、これから三角定規は、九段のはさみをは研ぎ立てまして、もうこれならば大丈夫と、その日のくれるのを、 今か今かと待ち構えておりました。そのうちに日も暮れて、夜も更けて、あたりも寝静まったと思う頃、三角定規はムクムクと床を出て、例のハサミをば小脇に抱え、差し足、抜き足で、かの我慢の寝ているところへ、そっと忍んで参りました。見ると我慢は、 前後も知らぬ高い引きで、さも心持ちよさそうに寝ておりますから、閉めた。己我慢め。今俺が貴様の角を残らず取り払ってやるからには、もう明日からは門なしだ。いくら威張っても追いつかんぞ、と腹の中で散々悪態をつきながら突然ちょきり。一角切って落としましたが、 まだ気づかない様子ですから、また一角をちょきり。それでも目が覚めないから、こりゃあよくよく寝坊だわい。と、言いながら、ちょきりちょきり、とうとう四角とも切り落とし、まずこれで、留院が下がった。どりゃあ帰って寝よう。はさみさん、大きにご苦労だったと、急いで我が家へ帰って、そのまま寝てしまいました。 さて、その翌朝、何食わぬ顔で床を出てみますと、世間では大評判で、会うものごとに、我慢は偉い偉い、と、しきりに我慢を褒め立てますから、どうしたことかと言ってみますと、怖いかに。昨日まで四角であった我慢は、今朝は八角になって、意気揚々と歩いております。 四角の角角を切り落とせば角の数が倍になって八角になるのは当たり前しかもそれは自分の仕業であるのにそうとは心つかぬ三角定規驚いたの驚かないのいやーこりゃあどうじゃあの四角やつめ一晩のうちに八角になりおったこの分ではまた明日は十 こしかなわぬ愛。ととうとう兜を脱いで降参しましたとは身の程知らぬ太田分け。